はいどうも、エンタのゲームインザボックス。今日も1個2時間以内クリアを目指してやっていきたいと思います。さあ今日から、2回目の挑戦ということで、前回5時間9分かかった道のりを、まあどれぐらい短縮できるかというところにかかっているんですけれども、2時間クリアを目指すにあたり、まあいろいろ私も練習したり、わからないところに関しては Google で検索してみたり、まあいろいろ試行錯誤をしていきました。2時間クリアを目指すには、まあ1周目1回目やった時のこの5時間9分で通ったあのルートでは、まあ、確実に難しいと。あの方法では2時間以内クリアはまあ多分無理であろうということが分かりました。今回、その2時間クリアを目指す上で、まあ、参考にさせていただいたサイト、あと動画、まあ、それに関してはあの動画のこの動画の、ね、説明欄の方に載せておきますので、まあ、それを、まあ、見ていただきていただいてもらいたいなと思います。はい、なのでね、もうそのサイトがなかったらね、僕はね、多分2時間クリアできなかったんじゃないかなと思います。ゲーム実況1本目にしてもう挑戦失敗になるとこでしたよ。危うく動画1本目にして挑戦不達成なんて、そんなゲーム実況嫌でしょうから、まあなんとかこのね動画とサイトの方々に本当に感謝を申し上げます。まあ実際に2時間クリアを今からその方法を、まあ、自分なりに消化させてねやっていきたいと思うんですけれども、まあ、一応ねもう一周実は実況外のところでねやってまして、この5時間9分でクリアしたデータをそのまま2周目に続けることができるんですね。で2周目プレイすると、まあ、前回も言いましたけれども、ヨルダとかあのラスボスのクイーンっていうあのキャラクターが喋っている言葉っていうのは象形文字みたいになってて日本語訳されてないんですよね、1周目でプレイすると。これが2周目になると、まあ、翻訳されているんですよ。まあそれも見たいなということで、まあこの1周目のデータを使って2周目をやったりとか、あとはあのエンディング画面がねちょっと変わったりとか、エンディングであることをするとエンディング画面がちょっと変わるということがあったり、あと隠し武器ね、あの1周目隠し武器取れなかったんですけれども、隠し武器のね内容がちょっと変わってたり、あと敵のね強さがちょっと変わってるっていう、敵がちょっと強くなってるんですよね2周目。まあそれをまあプレイしまして、そこでまあ2時間クリアの練習をしていったんですけれども、それのデータがこれです。正門1時間32分3秒となってますね。正門っていうのは2つのオブジェに光を通して、で門が開く状態になった、まあ、そこまでのタイムです。このあと、イコとヨルダが、ちょっと離れ離れになってしまって、でイコが、城に乗り込んでいくっていう場面、その手前のところですね。まあこの正門の目標タイムはですね1時間25分以下、あと7分絞ればなんとかいけるんではないかということなんですね。でまあこの7分なんですけども、これ途中で隠し武器を取ったり、あと日本語訳されたヨルダとクイーンの言葉、これも
このムービーシーンも入ってるんですね、1時間32分の中に。なので、まあ、それを含めると7分ぐらいになるんじゃないかなと思ってるんで、もしかしたら2時間クリアも不可能ではない域になってるんじゃないかなと僕は思ったんで、まあ、今回動画を撮っていこうかなと思ったわけです。1周目の時も言いました通り、ムービーシーンとかをもう全部カットしないとその間も2時間プレイの時間は進んでいきますので、基本的にストーリー等々飛ばしていきますので分からなくなっちゃいますので、あのストーリーがね気になる方はぜひ1周目のプレイをね見ていただきたいと思います。本格的に2時間目指していきますので、はい、本当にプレイ画面ばっかりですからね、それだけちょっと先最初に言っておきたいと思います。で、あそうだ2時間以内クリアを目指すときは、2周目で僕はあの練習したんですけれども、2周目でやると敵の強さがちょっと変わってるってさっき言いました。2周目は敵が強いんですよ。敵がちょっとだけ強くなってる、体力が上がってるのか攻撃力が上がってるのかちょっと分かんないですけど、体力が上がってるのかな、だから HP が高いので、まあ、2周目は基本的に2時間以内クリアには向いていないということが、まあ、そちらの参考にしたサイトに載っておりました。ということで1周目初めからでいきたいと思います。はい、ということで続きからではなく初めからでプレイしていきたいと思います。じゃあスタート。はい、これムービーシーンです。ここら辺全部カットしていきます。スタートボタン連打です。まああれですね、イコが幽閉されるシーンとかを全部今カットしていってます。はい、で幽閉されたイコがなんとか石像から飛び出して外に出てこれたというシーンですね。はい、でこうやって R1 ボタンを押すと叫ぶんですけれども、基本的にイコ1人行動してるときは叫んだ方が早く移動できるので、うるさいですけどもどんどん叫んでいきます。はい、これも短いショートカットではありますけれども、こうやって柵を乗り越えると、まあ、ちょっとだけ早く進むということですね。さあ1周目あんだけ時間がかかったところをもうスパッと、ね、短めに行きますので、どんどん行きますよ。はい、さあもう道順はねもう完璧に覚え込みました。道順は覚えたのでもうあとひたすら叫びながらその道を行くだけです。相変わらず暗くなってますけどね、ちょっと見づらいかもしれないですけどご了承ください。画面はちょっと暗いかもしれないです。シュールですねこの叫び具合が。あら、ずれた。表担当ちゃう。あ、来た。よしよし。まあ、これぐらいのタイムロスはまあ、いいでしょう。許していきましょう。どの立場やねんっていう。許していきましょうって。まあ、これぐらいのね、ミスはね、つきものですよ。今回は別にタイムアタックをやってるわけじゃなくて、本当に2時間以内にクリアして
城の案内人というトロフィーを取るっていうのが今回の目標ですから、トロフィーさえ取れればね、別に何分かかろうがいいわけで、本当に2時間以内にクリアすればもうそれで OK という挑戦です。ゆるーくやっていきたいと思います。はい、このスイッチを押すことで、夜ちゃんの乗った檻がね、檻が下へと飛んでいきます。あ、間違えた、スタートボタン押しちゃって。はい、檻が下に降りていきました懐かしいな、ここら辺の檻が下に降りたみたいなシャレ。これで まあ、気になる方は一周目を読みてもらえば、檻が降りていきます。シャレのノリも全部編集で入ってますので、降りていきます。見ていただければと思います。そしてイコが行きます。結構ね、この1個2時間クリアのタイムアタック動画は何本か作ってる人いたんですけれども、実際に2時間プレイしているところを実況でやってる人っていうのはいなかったですね。まあタイムアタックを2時間以内でクリアしようっていうタイムアタックを実況しながらやろうって人はまあいないんでしょうね。はい、これ檻が落ちて、夜ちゃんが外に出てきたんですけれども、まあ、この謎の影の物体が夜だを襲いに来たというシーンも全部飛ばしていますそこら辺のシーンも飛ばしています。で、夜だがこの石像を動かすと、これ動かすシーンはカットできないんですよね。オンザイオリーって言うて、オンザイオリー言ったところも、そこら辺もカットできないですね。そう、カットできるシーンとできないシーンがあって、ここら辺はできないんですよ。はい、ここら辺もカットして、夜ちゃんセーブしたがってますけれども、セーブはですね、要所要所だけやってきます。非常に難しいシーンに限ってはセーブしていった方がいいみたいですね。あのトライアンドエラーを繰り返して、ちょっとねタイムロスしたところがあったらセーブしたポイントから戻って繰り返しやっていくという、まあ、スタイルでやっていきたいと思います。あっこに関しては別にまだセーブする必要はないなと僕は思っているので、まあ、そこはセーブなしでまた別の場面でセーブしていきたいと思います。さあ、ここ懐かしいですね、樽の上に登った夜ちゃんとかいましたね。はい、これを開けると、はい、階段が、あ、そうだここら辺のムービースキップできるんだった。で、影の出現条件なんですけれども、今夜ちゃんこっち来ましたね。こっちに来ると影が出現するんですね。影が出現する条件が場面ごとにあって、だから指定された場所に夜ちゃんが行かなければ別に影は出現してこないと。なので夜ちゃんを置いてこそこそと進めていって、で、重要なところが完了したら夜ちゃんを連れてくるっていうスタイルでやっていけば戦闘が回避できるということですね。あ、はい、で、今は夜ちゃんを上のところに置いてきましたけれども、このままずっと置いていきます。実は影が出現する条件っていうのは、ロードが入った時、別の空間に入った時に影が出現するんですけれども、実は今こうやって外に出てきましたけれども、外に出てきてもロードが入ってないんですよ。つまりこれは夜だと同じ部屋にいるという解釈になっていて、影が出現することはないんですよ。
なのであそこに置いてきましたけども、夜ちゃんを。影は出現してこないということですね。はい、で あんな遠いところですけれども、あっこに置いたまんまこのまま進めていきます。ここら辺もね、夜だと2人でやってきてねあのトロッコで夜ちゃん引いちゃったみたいなノリもありましたけれども、そこら辺も全部ヨルダをあっこに置いてこればこんなに飛ばせるんですね。ここ一番重大なショートカットだと思います。やっぱヨルダ連れてくると時間かかりますからね、ここら辺影と戦ったりとかしないといけないから、まあ、それは回避できるというだけでも今回はかなり時間短縮になっているということですね。はい、1周目もここでスイッチを動かしたりとかしてましたけれども、ヨルダがいない場合はこのスイッチも動かす必要がありません。ここただ登っていって、危ない、ここ降りていきます。これまだロード入ってませんので、ヨルちゃんと同じエリアにいるってことになってますからね。はい、でここのスイッチを動かします。すると、まあここがつながるんですね。この橋をつなげておいて、こう入っていきます。するとこれさっきの階段出現させたエリアなんですよね。でヨルちゃんこの先にいますので、ここで合流すると一切戦闘をせずに、なんとこの場所を通過することができるんですね。これが結構一番ね、時間短縮になるのではないかというショートカットになります。確かここをね、順調に正当な方法でやった時、30分ぐらいかかってましたよね。30分以上、36分だったかな。ちょっと詳しいことは動画の方を見てもらえばと思いますけれど、そんだけかかってたところを、じゃあここでセーブしてみましょうか。まあ、セーブするっていうのはタイムアタックではねやらない方がいいとは思うんですけど、タイムロスになるので。でもこれセーブすると自分が今何分かかったのかっていうのが分かるっていうので、やっぱやった方がいいですね。トライアンドエラーでこうすぐ戻れるっていうのもありますし、セーブは基本的にやっていきたいと思います。はい、出ました、10分8秒ですね。はい、まさかの10分でクリアしました。ここまで、ちょっと見てみましょうか。僕は一体何分かかったのか。あ、泳いでて、どこだったっけ。はい、ここまで何分かかったのか。ですね、出ますよ。38分かかっております。38分かかった道のりが10分8秒でクリアしているということですね。この短縮ですよ。この短縮はでかい、でかいでかい。じゃあ、まあここから次回は引き続きやっていきたいと思いますので、また次回お楽しみください。ということで、エンタのゲームインザボックス以降2時間クリア第1回目、2周目1回目以上で終わりたいと思います。また次回お楽しみに。